はい、皆さんこんにちは、こんばんは、じじさんです。はい、今日もね、週末お散歩していきたいと思いますが、いや、しかし、台風、よく来ますね。はい、この間、台風ね、14号が去った後なんですけども、今回は台風16号が去った後ということで、結構ね、公園の中も荒れております。ちなみに、今日もダブルカメラで撮影しておりますが、首元のところにはね、ちょっと見ていただいたら分かりますでしょうか。これ、赤楚のブレイブ7バージョン2ね。音声の方もこちらのブレイブ7バージョン2で使用しております。そして、今これ自撮りしているこのカメラね、これは赤楚ブレイブ7のバージョン1ということで、内蔵マイクの問題がありますのでね、サブカメ的な使い方をしております。マウントの方はね、この間ちょっとお散歩でも使いましたけども、三節コンタイプのね、マウント。これちょっとまあ、赤楚ブレイブ7の重量が重いのでね、強度的にプルプルちょっとしてますが、まあこれをちょっとサブ的に使っていきたいと思います。なので、このブレイブ1の方はね、こんな感じで、じいさんが歩いてる様子なんかをね、こう撮影するのにちょうどいいかなということでね、撮影をしております。ブレイブ7バージョン2の方のね、内蔵マイクの音声どうでしょうか。首元につけてますが、音ね、音がこう声が出る方向の真下なのでどうかなというところありますが、いかがでしょうか。はい、再びね、ちょっと自分の方に自撮りを持ってきましたが、さあ今日は何の話をしようかということなんですけども、はい、まあお散歩いつもねしてますけども、今日はやっぱりこのアクションカメラの話題がいいよねということで、アクションカメラの話題をちょっとねお話ししたいと思いますが、まあ最近 SNS、YouTube でもちょっと流れてるのかな。はい、DJI の Action 2というやつのね、リーク情報がね、結構流れております。もう、いろいろ目にね、された方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、ちょっと振り返るとですね、前作の DJI Osmo Action というやつですね。これがまあ出た時は、確か GoPro がHero 7から8になった頃ぐらいじゃなかったかなと思うんですけども、ちょっと間違ってたらごめんなさい。まあ当時ね、GoPro Hero も、まあ前面に液晶はありましたが、その情報を表示するだけで映像は表示しなかったんだよね。で、そこへ持ってきて、前作の DJI Osmo Action がね、前面スクリーン、要はデュアルスクリーンというね、アクションカメラ。これはもう画期的でした。まあ映像音声の方は残念ながら GoPro Hero にはね、若干ちょっとね、及ばないというような、ね、画角的にもちょっとね、狭いかなというのはありましたが、まあアクションカメラ界では画期的でしたよね。で、まあ、その後いろいろね、ジンバル型のカメラ DJI Osmo Pocket ってやつを出してきて、ポケットシリーズの方もね、今ポケット2というのが販売されておりますが、はい、ポケット2もね、DJI のOsmo Pocket からね、Osmo という名前が取れまして、DJI Pocket 2ということで。で、今回の、DJI Action 2もね、Osmo ついてませんよね。ということで、前作の DJI Osmo Action から Osmo が取れまして、どうも DJI Action 2という名前に、なるということのようです。で、先ほども言いましたように、結構もう SNS、YouTube でもリーク情報がね、ウェブ上とかにもたくさん出ておりますが、前作の DJI Osmo Action、これは、いわゆる形としては結構伝統的なトラディショナルなアクションカメラの形をしておりましたが、今回の DJI Action 2、もうリーク情報見られた方、ちょっとね、びっくりされたんじゃないかなと思いますが、コンセプトがね、全く違います。はい、というのは、どうもコンセプト的にはモジュラー設計ということでね、これは皆さんご記憶にあります通り、インスタ360シリーズね、R とか、それから GO とかね、ありますけども、あの辺のどうもコンセプトを意識してるんじゃないかなと、言わんばかりの、作りになっているということです。はい。で、これはじいさんの勝手な、コメントっていうか意見ですけども、この辺ね、いろいろ、もう年月が経過しますと、世の中のね、トレンド、生活様式もね、随分変わってきますので、その辺のトレンドをうまく捉えてきたかなという感じですね。で、特徴的なのは、マグネットマウント。ね、マグネットマウントがあるということと、それから、マグネットで付けれるね、ネックレス、ね、鉄板かな、スチールプレートのついたネックレス、これがついてて、そこに、本体をペタッと貼り付ける、ね、まさに、この考え方はインスタ365とか52のね、そういうコンセプトの思想にね、すごく似てますよね。そして、モジュールデザイン、ね、この辺がインスタ 360R ですよね。はい、カチカチとジョイント部、ブロックのように取り外して、くっつけるというこの仕組み、これが非常にインスタ360シリーズ、これをね、結構意識してるんじゃないかなというような、構造作りになってます。もちろん、その形状を見ますとね、その全く今のトラディショナルなアクションカメラの形態ではありませんね。どう見てもなんかチラッチラッと、その GoPro もね、全く無視してるわけじゃなくて、GoPro の中でもセッションシリーズというのがありますよね。セッション4、5ね。その後 GoPro はそれらシリーズ全然アップデート更新ないみたいですけどね、シリーズとしては。その辺の最新の GoPro Hero 5セッションのね、その辺の四角い形状、こういうのをね、結構意識した、なんて言いますか、形状をしていると。で、しかもコンパクト、軽量ということでね、結構最近 Vlog というところで、自撮りできるというメリットを捨ててでも、手軽に、ログが取れるね、ような形状を、別のシリーズで持ってきたというような、そんな風に思いました。で、単にね、その製品の形とか品質っていうところに、皆さんね、興味がいくと思うんですけども、ジジさん、ちょっと違う見方をしてまして、そういったね、トレンドを、要は捉えられるっていうのはね、やっぱ企業努力といいますか、その辺はトレンドって簡単に言葉では言えるんですけども、しっかりお客さんの声ね、要は VOC ってね、一般的に言われるやつです。ボイスオブカスタマー。これをね、しっかり、リサーチをしまして、で、お客さんの声って様々なんでね、全部が全部、要望を聞き入れると大変なことになりますので、何かね、こう、お客さんがその中でも、これは特に、っていう望んでいるやつをね、やっぱり選ばなきゃいけないですよね。で、そういったところからね、おそらくなんか QFD とかそういうツールを使いながら、技術とかコストとかその辺をね、しっかりトレードオフアナリシスをして、リレーションシップマトリックスをね、しっかり作り込んで、言葉が出ないね、作り込んだ上でね、CCR ね、クリティカルカスタマーリクワイメントに落とし込んでいるというようなところが、少しね、開発のその背景が、ちらほらとなんかジジさんは感じ取れました。で、もちろんそのお客さんの声だけじゃなくてね、ビジネス展開ね、これも踏まえて、要は VOB っていうやつね、ボイスオブビジネス。それから今度は開発する側ね、エンジニアのいろいろ意見も取り入れながらね、それが VOE というやつね、ボイスオブエンジニア。この辺をしっかりね、まとめて CCR に落とし込んでいるんじゃないかなという、そういうね、企業努力、そっちの方がね、ジジさん、すごくね、これはあくまでもジジさんの想像っていうかあれなんですけども、そういう見方をしてます。って言いますのは、ジジさんはね、今、そのお仕事的にね、そういう開発のプロセスの改善だとか、品質の作り込みの改善だとかね、そういったコンサルティングなこともやっておりますので、まあ、どうしてもね、そういう見方をしてしまいます。そんなところからね、まあ、おそらくそういうことをね、しっかりやってるんじゃないかなというふうにね、今回のリーク情報から感じ取れました。皆さんはどんな風な、目線でね、リーク情報を見ておられますでしょうか。ただ単に興味だけじゃなくてね、そういった企業背景なんかもね、いろいろ想像しながらリーク情報をね、これから見ていくと、結構ね、楽しいんじゃないかなと思います。はい、いつものね、藤棚の休憩所展望台に着きました。はい、今日はお昼過ぎということもありまして、今ね、誰もおりません。はい、爽やかな風が吹いております。風切り音どんな感じでしょうか。はい、ということで、長々と喋ってきましたが、はい、いかがだったでしょうか。DJI Action 2ということで、まあ今 YouTube ではね、もう皆さんこぞって GoPro Hero 10のレビューとか比較動画出されてますけども、これがまた DJI Action 2がリリースされると、皆さんまたそっちバーっとね、動画出すんだろうね。いや、でもね、今回の DJI Action 2、GG さん的にもね、すごくこれ、楽しみにしてます。まあ、価格帯がね、どれぐらいかっていうのがまだ出てませんので、なんとも言えませんけども、GG さんのこのお散歩動画のね、新しいツールとして迎えられるかどうかっていうのは、やっぱりコストもね、やっぱり重視してね、考えなきゃいけないので、非常に今ね、興味を持って、これから情報をね、追いかけていきたいなというふうに思ってます。まあ皆さんもね、なんかその辺のまあリーク情報以外に、まあリーク情報以外のものってなかなか入手しにくいんだけど、まあリーク情報でいいんだけど、まあこんな情報出てますよとかね、こうなるんじゃないかなとか、こうなってほしいよねみたいな、皆さんの意見なんかあればね、コメント欄の方にいただければ、ちょっとね、ジジさんもね、そのコメントとともにね、共感できることね、ああ、そういう見方もあるのか、みたいなことでね、妄想がどんどん膨らんで楽しんでね、コメントいただけたらと思います。まあ、コメントいただくんですけど、まあ、この動画もね、いずれ古くなります。古くなりましたら、ちょっとね、コメント欄は、適時ね、動画ごとに閉じていってますので、まあ、コメント欄オープンになってる間、皆さんのコメントね、どんどん書いていただければ、ジジさん非常に嬉しく思いますので、よろしくお願いします。はい、今週のお散歩動画はこの辺に終わりたいと思います。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また。